はい、こんばんは。竹下敦です。今ね、ドレファソルジュの歌、これを、音階とかね、和音を記すための譜面を作りました。で、ありがとうございます。いわゆる音がね、ベロベロって並んだ譜面だけじゃなくて、これタブ譜もあった方がいいんじゃないってアドバイスを受けて、タブ譜も作ってるんですが、これね、結論から言うと、ピアノで弾いた方が弾きやすい。でもそれ言っちゃったら、ギター弾く仲間に渡すときに、伝えられないんで、これなんとかタブ風にします。そこにね、無理やりコードネームはめても意味がないんで、まずタブ風作って、その後それにコードネームをつけた方が、コード見ながらこれなんて言うんだっけって言ってやっても、もう後にごちゃごちゃついていくだけで、譜面作ってね、その後タブ作って、そこに結果的に和音として何だった、名前ね、コードネームみたいな何だったっていう風にした方が、見てる人、弾いてる人も弾きやすいんじゃないかなと思いました。まあ、とにかくこんなご時世でね、なかなかみんな外出もできないし、そういう譜面とかタブ譜があればね、自宅で練習できるわけで、そういうものの方がね、大事だなと思いました。譜面書いたりね、勉強したりする時間が長いんですけど、時間があればあるほどね、今までだったらこんなもんでいいやって思ったのが、もうちょっと頑張ろうとかね、もうちょっとできるんじゃないかって思っちゃうんですけど、そこまでは追い詰めても出来上がったものはちょっと肩に力が入っちゃったものになるのかななんて思ったりもします。まずシンプルにね、譜面とタブ譜があって、まず弾いてもらう、楽しく弾いてもらう、ここを頑張らないとみんなが楽しくならない。みんなが楽しくなるためにギター弾いて音楽やってるんだから、そこにもう原点に戻らないとダメかな。よし、今日はなんかもうね、煮詰まっちゃったから、ゆっくり寝て、明日また、新たな気持ちでね、頑張りたいと思います。はい。それでは、竹下敦でした。